本名は鎌倉理香です。日本の神奈川県に住んでます。那请问那个就是这一次的这个日本政府啊送台湾疫苗的事件，日本的社会感觉如何？然后你自己个人的心情如何？はい。私もニュースを見たときに、すごくいい印象を受けて、まず世の中の反応、友達とか周りの日本の反応としては、すごくいい反応をしてました。というのは、ニュースの記事でも上がっていたんですけど、10年前の日本の震災があった時に台湾が真っ先に助けてくださったといういきさつがあったので、その恩返しができるという声がたくさんありました。那你自己呢？你自己的個人的には、で、その記事を見た時に私も本当に同意見だなと思いました。まず、すごく自分が困ってる時に友達が助けてくれたらとっても嬉しいし、やっぱり何か恩返ししたいって自然に思うことが人間だと思う。なので、何かできることが生じたこと自体がとっても嬉しかったし、こういうみんなが困ってる時に日本が真っ先に台湾を助けたっていうことが耳に入った時にとっても嬉しかったです。もう一つは、世界がどこかの国が困っている時に助け合うっていうことを台湾と日本でまずできたのがとっても良かったなと思いました。今はどこかの国が一つの国だけでも難しい状況になった時に、それをそのままにするんじゃなくて、その国が栄えるために助けてこそその国も栄えるし、またそれがもっと相乗効果になって周りの国も地球全体ももっとその影響によって良くなっていくように作られているので、そういうふうに助け合うことができたことが、まず国にとってもそうだけど、私たちだけではなくて全世界にとってすごくいい影響を及ぼすことになったんじゃないかなと思います。好，然后呢，台湾有一个 FB 叫做台湾日本交流协会，然后上面呢就有一篇文章在感谢日本，然后呢，它目前有这个，这多少10000吗？10000则多的留言，对，然后呢，想念几则台湾留言给你听。A さんからはこういう難しいの状況に助けになってくれて本当に貴重だと思います。あと日本の友達は台湾で一番その孤立している時には手を出して助けになって、本当に私たちに希望を見せてくれました。で、このコロナを収束してから私は必ず子供たちを連れて日本に行きます。そして今まで稼いだお金でこの恩を返します。全部日本人の皆さん本当に心から感謝します。で、B さんは本当に日本ありがとうございます。今年2021年6月4日は日本が台湾に助けてくれたそのワクチン記念日だと思います。で、 C さんはこんなまさかの時にその助けになってくれて、ワクチンをくれて本当に心から感謝します。日本の人たちもまだコロナも深刻なのにワクチンをくれて、そして社会の日本人のみんなも政府のこの動きに対してすごい賛成してる人は多いと、そういう印象があるので、だから日本政府と日本の皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、最後ですけど、 B さんは私はその家族5人の代表をして日本に心から最高の感謝の意を表したいと思います。今後はもうそのドイツとか外国のものを買わないで日本ブランドのものだけ買います。以上です。有没有什么想要对台湾人说的话？台湾の方々の素直さと人の良さがとっても現れてるコメントだなと思いました。なんかそんなに一つの行いでそこまで日本に対しての愛を持って
くれて、またそれをこうこんなにも表現してくださるのは本当に嬉しいことだなと思います。ありがとう。那最后我们来比一个爱心就可以结束。啊，哈哈哈哈哈，ありがとうございます。はい、大丈夫じゃなかった。先生。